さあ続いては美本のコーナーです。このコーナーでは宮崎で活躍する美容師の皆さんに女性を素敵に変身させてもらうというコーナーです。さあ今月はどのような変身を遂げるのでしょうか。楽しみですね。それでは早速いきましょう。 VTR ビッバー食べる。今回担当するお店は宮崎市常久南にあるヘアメイクレノックスインターナショナルです。美しい髪とその人らしいスタイルをより多く誕生させることをミッションとしているサロン。希望に合わせて使える個室も完備。温かみのあるスタッフがあなたにベストなヘアメイクを作り上げます。変身していただくのは森田美香さん36歳。家業である牛乳販売のお手伝いをされているそうです。趣味は友達との旅行、お酒も大好きということですよ。と髪も少し伸びてきて、今の髪型に飽きてきているので、今流行っている髪型にチャレンジしたいと思っています。今日は美容師さんに全てお任せしたいです。カットを担当するのは店長の川端圭さん。コンテストで全国大会出場の経験を持つ川端さん、丁寧な技術と接客を心がけています。今回モデルさんが今のデザインに飽きてきて、今流行りのスタイルにチャレンジしたいということなので、モデルさんの雰囲気に合わせた柔らかい動きのあるスタイルにしていきたいと思っています。今回カットの仕方なんですけども、柔らかい動きのあるスタイルにするためにあえてあんまりハサミを使わずにレザーを使ってカットしていきたいと思います。今回このレザーを使ってカットしていくんですけども、髪の毛を切る際にスライドしながらカットをしていくことによって、こう柔らかく動くようなカットに仕上がります。では今からカットしていきます。スライドしてずらして切っていくことによって切り口の方がこう斜めの曲線的な感じに切れるので毛先のなじみがすごく良くなります。でレザーはどうしても皆さん傷んでしまうというイメージが強いと思うんですけども、レザーを入れる角度をしっかりと捉えたりとか、お客様一人一人に刃を変えることによって傷みにくいカットになっております。うちでは毛先の方とかにしっかりとラインを出したり、髪の毛が細くなってて厚みを持たせたい時にはそこにハサミを入れることによってそこに厚みを作ることができるので、スタイルとかに合わせてカットの技法は変えてます。さあまずはカットが終わりました。ご覧ください。全然違う、ね、すごい小顔効果がありますね。そしてなんか柔らかさもやっぱり出てますね。綺麗。次にメイクを担当するのはパリ、ミラノ、東京などのコレクションにも参加して活躍している代表の重富弘明さんです。今年の秋冬はマットな肌の質感っていうのがすごく多くなってくるんですけども、今日はマイナス5歳ということで、立体感のあるツヤ感、そして抜け感がある肌を、作っていきたいと思いますので、今からメイクを落としてマイナス5歳肌を作っていきたいと思います。普段のファンデーションの3分の1ぐらいの量で全体的に綺麗に塗れるこちらのエアブラシを使って作業を進めていきたいと思います。エアブラシメイクとはハリウッドやニューヨークなどでは当たり前となりつつあるメイクの技。圧縮した空気を利用して液体を吹きかける技術で、手塗りでは不可能なほどの薄付きができ仕上がりが美しくなります。化粧水で肌を引き締めた後にファンデーションをつけていきます。
霧状の本当に優しい霧なので敏感肌の方にもすごく喜ばれると思います。で今ファンデーションは全体塗ったのでこれからこれで立体感を作っていきます。 T ゾーンとお肌の頬の高いところあたりにつけていきます。そうすることによってすごいみずみずしい立体感のある感じに仕上がっていきます。最後にシェーディングをしていきます。ここで裏技なんですけども、どうしてもまつげが寄ってしまったり、絡まるっていうかくっついたりとかしてると思うんですよね。でここで裏技でドライヤーでこのスクリューブラシを少し温めます。温めて根元から横に広げてお目目パッチリに見せましょう。広げた後にこちらのビューラーも少し温めます。で頬に当てて熱くない程度になりましたらビューラーも当てていきましょう。最後にスタイリングなんですけども、ただ内巻きにするだけだと単調なスタイルになってしまうので、外巻きのカールと内巻きのカールをミックスして立体感のある動きにしていきます。さあどのように変身したのでしょうか、ご覧ください。あらすごい、素敵です。この外羽もとっても素敵です ね、動きがすごいありますね。わあ、全然雰囲気が違います、素敵です。メイクの方は初めてエアブラシを使ってメイクをしてもらったんですけど、つけてる感じがしないのにツヤが出てて大満足でした。レノックスでは地球に優しく人に優しくをコンセプトに掲げ、それを大切にすべくカウンセリングからホームケアまでゲスト一人一人にベストなものを作り上げています。ご予約お待ちしてます。はい、いかがでしたでしょうか。変わるもんですね、表情が変わりますよね。まずやっぱり綺麗になるとね。今回いろんなテクニックがありましたね。もうそれにびっくりした。髪もだしメイクもだし、はいね、エアブラシメイクということで、初めて私も知りましたけれども、やっぱり吹きつけるということで薄付きで、しかもマイナス5歳肌ですよ。憧れる、マイナス5歳ということは久美子さんがだから 40? もういいじゃん。そういうのじゃなくて肌の質感の感覚的なもの、やっぱりツヤ感がありましたね。でなんか粉っぽさみたいなのがなくて、なんか素肌感が ね軽そうだった。だから塗った時の感覚がポッカーンしてる。粉吹いてる時があるんですか。あるんですよ、この季節特にね。なんかこうツヤっとうるっとしてる感じがありましたよね。はい、そしてもう一つ裏技としてビューラーとか、あとあれ何でしたっけ、スクリューブラシをちょっと温めてこうやって、ね、知らなかった。あれも裏技の一つですので、ぜひ皆さんね、温度には気をつけてこうちょっと肌で試してからやってみてくださいね。はい、なんといっても髪の毛の雰囲気もこうストーンとした雰囲気から、レザーカットで柔らかいね、雰囲気が出て、なんかやっぱアイロンとかで巻いても事前に軽くしてるから動きが出しやすいんでしょう ね。なんかすごい動きがあって素敵でしたよ ね。やっぱり何でしょう、綺麗になると表情も変わるっていう、またこれがね、最後の笑顔がね、何でしょう。いやいや、もうこれは本当に女性のあれなんでしょう ね。そのメイクとかは、僕はそのメイクとか一回だけ、番組でやってもらったことあるんですけど、やっぱ大変ですよね、女性は。これを毎回やるのかと思って。そうな
んですよ。その感覚分かりました？その感覚は分かりました。はい、新しい技術とかもありますのでぜひ、ヘアメイクレノックスインターナショナルお出かけになってはいかがでしょうか。プレゼントいただいております。ビボンのコーナーから3000円相当のヘアケア商品をお二人の方にプレゼントです。ヘアメイクレノックスインターナショナルに取りに行ける方ということになりますのでよろしくお願いします。さあそして皆さんもちょっと変身してみませんか、うん、ヘアメイクに関するお悩みなどありましたらこちらまでお寄せください。新しい自分が発見できますよ。以上お送りしましたビボンのコーナーでした。 CM の後はインフォメーションです。これぜひ久美子さんが一回チャレンジしてみたらどうですか。リボンのコーナー、リボン